ナルトたちがトビと激闘を繰り広げていた頃、サスケは永遠の万華鏡シャリンガンを獲得し戦場に向かう。その途中で江戸転生でよみがえったイタチと開口する。イタチは戦場を混乱させる江戸転生を止めるため、実者であるカブトのアジトへ急ぐ途中だった。サスケは死んだはずの兄に思いの丈をぶつけるが、イタチは多くを語らない。図らずも兄弟二人でカブトと対峙する形となる。カブトはオロチマルを超える存在を目指し、オロチマルの細胞を体に取り込んでいた。その影響によるカブトの変貌に驚きながらも、サスケはイタチと共に戦闘態勢に入るのだった。タチ、あんたはいつも俺に今度だ後でだと嘘をつき、挙句死んだ。だから今度こそ約束は守ってもらう。ああ、さあ、おののくがいい。千人に達したこの僕の力に。まさか千人モードの力を手に入れているとはな。かつて憎み合っていた兄弟が仲良くこの僕に挑むわけですか。面白い。完璧な力を得たこの僕にどこまで抵抗できるか見せてもらう。この程度か。オロチマルの残り物を移植しただけの劣化版だな。これを僕の全力とでも。だったらめでたい性格だね、君は。目的は奴に江戸転生を解除させることだ。やりすぎるなよ。オロチマルの力を手に入れてるようだしな。そうそうくたばりはしねえよ。これはいかがだ。やるね。けどもはや完璧な僕にはこの程度の傷。引きはしないんだよ。大した回復力だな。どうする。俺に任せておけ。奴を道術にはめる。道術に、一体何を。悠長に話している暇などないよ。先方無期転生。これは…感知能力が今までの比じゃなくてね。うまい。いいね、この状況。さて、先方、迫撃の術。
光と音、そして振動で動きを止める術か。しかし対策を施した僕は自由に動ける。あとは状態でよくも。お前の行動パターンは分かった。これからは俺が操る。操る？さっき言ってた道術か。一体何をしようってんだ。奴の運命を握る究極の道術。ざれごと。イサノミだ。何か策を講じているようだけど、今の僕には何をやっても無駄だよ。どんな能力も合わせ持つ僕には誰も届きはしないのさ。サスケ、俺から離れるな。君は江戸転生を解くためここまでやってきたのだろう。残念ながら君の思い通りにことは運ばない。なぜなら生も死も操り神にでもなった気でいるのなら、それは大きな誤りだ。完璧だと思っているこの術にも弱点がある。へえ、それは実に興味ある。方角のためにぜひとも教えてくれないか。この術の弱点とリスクは、この俺の存在だ。さっさとよく。君たちはいくら張り切ろうとも、完璧な僕には通用しないんだよ。ウチハの本当の力を知らないお前が、今何を語っても無意味だ。イザナビはまだなのか。こちらも仕掛けている。だがもう少し時間がかかる。消えてもらう。オロチマル様、合格点を持ってます。さっさと呼べ。合格点。サスケ。君の気持ちはよくわかる。僕も同じだ。僕は君の理解者なんだ。サスケ、耳を貸すな。奴は俺以上に嘘がうまい。それにな、里がどんな闇や矛盾を抱えていようと、俺は木の葉の内輩たちだ。さっさと呼べ。
勝敗はほぼ決した。お前の負けだ。さあ。まだだ。僕にはオロチマル様の力がある。言ったはずだ。お前の行動パターンは分かったと。これよりイザナミに入る。こちらも言ったはずだ。何もかも手のひらで踊ってると。君も例外ではないんだよ。サスケ、俺から離れるな。まるでデジャブだね。もう見飽きたよ。サスケ、俺から離れるな。何なんだこれは。お前は俺の道術にはまった。そんなバカな。僕は完璧なはずだ。そんな僕が。わからないのか。お前は決して完璧ではない。うちはいたち。やつはこのループから逃れることはできない。運命を決める術、これがイザナミだ。俺の道にもようやく終わりが見えた。父さん、母さん、あの時たもとを分かった道も、これで己自身を認めてやることができない奴は失敗する。今の兜のように。そしてかつての俺のようにな。確かに兜のやっていることは間違っている。だがこいつだけを責めるのも間違いだ。カブトには俺と違い、死ぬ前に気づいてほしい。つくよみ。カブトを拘束したイタチは江戸天聖の術を解く印を発動させる。自ら消え去ろうとしているイタチに対し、サスケは兄を苦しめたこの泡くれの里を許せないと伝える。イタチの願いはわかるが、しかしそれでもイタチが守った里を必ず潰すと。
お前がこれからどうなろうと、俺はお前をずっと愛している。